以前の動画で女性ホルモンに関連する種々の不調の緩和にはイクオールが有効であるとお話ししました。そこで今回は女性の健康をサポートする美味しいレシピについてご紹介していきます。We'll be right back.